おはようございますす星野瑠璃です2017年マイルチャンピオンシップの予想。ということでエアスピネルのジョッキーが武豊ジョッキーからムーアジョッキーになるというサプライズから始まった今週のマイルチャンピオンシップです。デムーロジョッキーはペルシアンナイトの方を選んだし絶対的な馬がいないだけに予想が難しいレースとなりました。 まずは1週間前データ分析動画のおさららいいいいからしていきたいと思まます。まずデータその1過去10年の1着から3着場の成績ですでこちらが前走と前走の着順も書いてあるデータになっていますでマイルチャンピオンシップは前走が富士ステークスかスワンステークスの連帯場が狙い目です 今年の各レースの連帯場は、富士ステークスの1着がエアスピネル、2着がイスラボニータ、スワンステークスの1着がサングレーザーとなっています。で、データその2、前走別路線組ということで、こちらのデータ。 この表は前走 1,800m 以上の距離の重賞レースから参戦した馬でマイルチャンピオンシップで3着以内だった馬の一覧です注目点はその前走で10着以下で馬券に絡めたのは2頭だけこのテレグノシスと名称王道の2頭だけという点過去20年で 馬剣に絡んだ24頭中22頭が9着以上の着順でした <laughs> で今年の前八 1800m 以上の重賞出走馬は里野アラジンヤングマンパワーレーンのミノルの3頭このうち前走で9着以上だったのはヤングマンパワーのみとなっていますデータその3 休み明け2戦目の馬ということで、こちらのデータ。ドマイルチャンピオンシップはフレッシュな馬の活躍が目立ちます。特に休み明け2戦目の馬の成績がいいです。今年休み明け2戦目の馬は、イスラボニータ、クルーガー、ジョーストリクトリ、ベルシアンナイト、レッドファルクスの ことになっていますそして平日に Twitter で紹介したムーアジョッキーのデータが、えっと、ムーアジョッキーが重症で一番人気馬に騎乗した場合の成績が7012というかなりの勝率を誇っています。 今年はエアスピネルに起乗しますがおそらく一番人気になるのでこのデータをどう見るかというところですで、ここからまとめに入りたいと思います今週の京都は土曜日が雨予報で日曜日が晴れになっています 今週から C コースに変わるので、一番荒れている内側は隠れますが、土曜日の雨,雨がどれほど影響するかがポイントになりそうです。日曜日は気温も低いので、ババはすぐに乾かないことも頭に入れておいた方が良さそうです。なので、まあ、当日のババ傾向は要チェックです。そして展開面ですが、先行場はダノンメジャー。 マルターズアポジーウィン・ガニオンとま揃っているんですけどウィン・ガニオンは他に先行馬がいれば逃げ,はな,い逃げないしダノン・メジャーは小牧ジョッキー以外の時は無理やり逃げたりしないので今回はマルターズ・アポジーの短期逃げになりそうですマルターズ・アポジーとウィン・ガニオンが揃った関谷記念もペースは速くならなかったので。 今回も平均ペースぐらいで流れることを想定した方がいいかなと思われますそうなると C コース代わりの京都なので先行馬が残ることに注意しておかなければなりません有力馬が後ろから行く馬が多いだけに、まあ、なおさらといったところですで毎回なだけに「ん 難解なだけにマイルチャンピオンシップの本命はシンプルに考えたいと思いますなので私の本命は12番のイ「イスラボニータ」にしたいと思います何度も言うようですが同じ重賞にルメールジョッキーとデムーロジョッキーが騎乗した場合はどちらからか来る可能性がかなり高いですこのデータはブログのトップページに貼ってありますのでまあ見てください 勝ちきれない馬だけど安定感は抜群ですマイル路線でライバルだったモーリスもミッキー・アイルもいないだけに今年は g 万を勝っておきたいといったところです人気はエア・スピネルの方がありそうですがマイラーズカップではエア・スピネルより 1kg 重い金量だったけど完勝したし前走もエア・スピネルの方が 1kg 軽い金量でした それを考えれば、まあ、逆転は十分に可能ですむしろ人気が落ちるようなら、まあ、今回は狙い目ということになります心配なのは出遅れ癖があるところですがここ3戦は出遅れるどころかスタートは早いので大丈夫だと思いますマイルチャンピオンシップは一昨年が3着で去年が2着です 年々レベルが落ちているマイルチャンピオンシップのメンバーなだけに、まあ、次は一着の番かなと思いますで2番手に挙げたいのが18番の「ペルシアンナイト」まあ、ということでもちろんデムーロジョッキーも買いますサ歳馬サが不振というデータはありますがそれは2001年からサ歳馬サの金量が 1>, 1キロアップしたこととが要因だと思いいまますそれ以降はサンサイバは一もししていませんしかし2010年には前走1,600万条件を勝ち上がったゴールスキーが3着に来ているので全く3歳馬が来てないというわけではありません格下の馬も来れるレースなのですから、まあ、安易に3歳馬を軽視するわけにはいきません ただ筋量アップしてから勝ってはいないので1着候補としては見ない方が良さそうですでこの馬を評価する、まあ、理由としてはデムーロジョッキーということもありますがマイルのアーリントンカップがものすごい強い勝ち方だったからです前走は不良馬場が影響したのだと思われますゴールドアリュールのいとこなだけに 馬場が悪くなってパワーが必要になると強いと思いきや重馬場の新山記念も負けていたので両馬場がベストなのでしょう今回は悪くてもやや重でしょうから前奏以上のパフォーマンスが見れそうですで3番手に挙げたいのが5番の里野アラジンでこの馬は馬場次第となりそうですが 3頭出走するディープインパクトンクの中では一番実績があって有力候補ですディープインパクトンクはマイルチャンピオンシップで5年連続で馬券に絡んでいるので、まあ、無視はできませんで4番手に挙げたいのが3番のヤングマンパワー G1 で全く走れていない、まあ、馬なんですけど能力は間違いなく通用するものはあると思います 去年のフジステークスではイスラボニータに勝ってるし今年のマイラーズカップでもイスラボニータとエアスピネルとは僅差でした前走も豪華メンバーが揃った毎日王冠で健闘していたので、まあ、ここでも十分にやれると思いますなぜ G1 になると全く走らないのかっていうのは、まあ、不思議な馬です 今回は内枠に入ってロスなく運べるし展開も向きそうなので期待してみますで5番手に上げたいのが8番のマルターズアポジ短期でマイペースで逃げることができればかなり有力だと思います有馬記念と大阪杯で日本トップクラスと戦った馬なだけにここでも見劣りません 前走はトップハンデだったので度外視し,してもいいかなと思います父は朝日杯を買ったゴスホーク犬で母は短距離で活躍した馬なのでマイルくらいがベストなはず粘り逃げ逃げ粘りに期待ですで6番手に上げたいのが11番のエアスピネル <laughs> 乗り換わりが、まあ、どう出るかっていうのがポイントです 過去のレースを見ても乗りやすい馬ではないことは確かですムーアジョッキーは最終追い切りにも乗ってないのでぶっつけ本番ということになります札幌記念のルメールジョッキーも抑えるのに苦労していたという感じなので今回もムーアジョッキーは折り合いに苦労すると思われます 有力馬の中では一番前にいそうだしマークされるのは間違いないので楽な競馬はできそうにありません、まあ、一番人気の重賞で強いムーアジョッキーだけど、まあ、果たして勝たせることができるのかっていうのは注目ですとあとは三、えっと、連形の抑えで7番のレッド・ファルクス まあ、ミルコ・デムーロジョッキーから、まあ、クリスチャン・デムーロジョッキーの乗り換わりなので、まあ、評価を少し下げますで、買い目は、えっと、今回ちょっと難解なのでシンプルにルメールジョッキーデムーロジョッキーから流したいと思いますなので、生まれんで、えっと、12番のイスラボニータ18番のペルシアンナイトから相手に3番のヤングマンパワー5番、 の,里のアラジン8番のマルターズ・アポジー11番のエア・スピネル12番のイスラボニータという計9点を上げておきますと枠連ならまあ6枠からでしょうがエア・スピネルとイスラボニータのまあ同居枠だと配当はかなり安そうなので当日の傾向から相手が2点。 3点ぐららいに絞れそうなら枠連でいこうと思いますこの他にあとは万馬券狙いの三連服を購入したいと思うのでまあその辺は当日の傾向馬体重の増減パドックの状態などを見てブログの方に万馬券狙いの三連形を上げたいと思いますのでそちらの方も参考にしてみてください。 じゃあ2017年マイルチャンピオンシップの予想こんな感じで終わります参考にしてみてくださいじゃあまたね